はい、どうも、こんにちは。よいしょ。はい、あ、岡左衛門です。あのね、前回とかからね、カメラとね、声の音ずれがあったので、あ、変なとこしちゃった。とりあえずね、今、パソコンのカメラになってます、今。普通にフェイスタイム的なノリのやつ使ってます。こんばんは、こんばんは、こんばんは。今日は、ちょっとね、ゲーム買ってきたんだよね。これを買ってきました。ジャッジアイズ、死神の遺言、キムタクが、ごとくと言われている、その、キムタクじゃないんだけどね。キムタクが、ヤガミさんっていうキャラクターになってて、それを操作していくっていうゲームなんですけど、私は、これの2が、出てて、そっちはゲーム実況で見たんですよ。で、全部見て、すごい面白くて、一応、そのゲーム実況とかで見るのもいいなぁと思ったんですけど、せっかくだから、ちょっと自分でプレイしたいなぁと思って、買ってきました。でね、これ、ピエール滝さんバージョンとピエール滝さんバージョンじゃないやつがあったんですけど、ピエール滝さんバージョンのやつをちゃんと買ってきました。こんばんは、めっちゃ面白いらしいですよ。ね、らしいと聞くので、ちょっと2で私が好きになったキャラクターに関しても、その、もっとこの、死神の遺言、ジャッジアイズの方では、フューチャー注目され、ん？あれ？あ、これも知ったやつか。そう、注目されているという情報も聞き、買ってまいりました。あれ？なんでだ？今、アイコスは完成してくれなかった。っていうのを、一本吸ったらやります。なんか今日暑くない？私だけ？こんばん、こんばん。じゃあちょっと、これやるよっていうアピールで。これね。なんかいい感じに置けないかな。ここに。全然映んないけど。映んなかった。置いとこう。ね、面白いとよく聞くので、楽しみにしてます。暑いよね。よかった。いや、熱とかさ、不安になるよ。この時期に暑いと。なんでみたいな。ピエール滝バーを選んでくれて嬉しい。いや、なんかさ、そのイメージがやっぱあってさ。めっちゃ楽しみなんだけど。歓楽街の片隅で探偵事務所を構える矢上隆之かな。かつては弁護士だったが、ある事件が原因で法律家としての道を立ち、以来、町の便利屋として暮らす。そんな中、古巣の弁護士事務所から連続殺人事件に関係する周辺調査の依頼が、報酬目当てで受けた単なる仕事のつもりが、その先には矢上の運命を変える闇が待っていた。ジャッジアイズ死神の遺言、ということですわ。めっちゃ楽しみなんだけど、あんまりあのゲーム実況なんぞやらせてもらっておりますが、あんまり私がゲームを今までいっぱいやってきた人間じゃないので、ちょっとプレイ面で不安がありますが、頑張ってみようと思います。もう11月なのにまだまだ暑い。ね。こんばんは。こんばんは。そうなんですよ。っていうか、ゲームを、こういう感じで、ダウンロードとかじゃなくて、買ったの人生で初めてかも。ちょ、待てよ。あれ、ケンジの次は弁護士っていうね。ゲーム初めて買ったよ。
こんな感じになってんだ。コントローラー。やりながらわかるかな。いやー、その2話ね、キムタクがかっこよすぎたからね。ちょっとその、ストーリーも、なぜ2に至ったかみたいなのが、この1のチャッチャーアイズには隠されているらしいので、楽しみです。よっしゃ。ちょっと待ってね。これなんかね、私ね、変なとこ押しちゃったんだよね。始める。これでいいのか。よし。なんか私の位置が微妙なところにいるな。これそうだから、いつものカメラだと訪れするからさ、パソコンのカメラだから画質が、もしかしたら私の画質が悪いかもしんないけど。まあまあ。っていうか、いらなかったら私も消しちゃってもいいかなと思ってる。いつもみたいに、戦うゲームっていうか、ストーリーがあるゲームだから、私が邪魔だったら消しますので、ちょっとやってみましょう、とりあえず。セガ。こんばんは、新規です。いらっしゃいませ。いやー、楽しみだ。楽しみだ。PS4 のゲーム大体やってるとき、操作で出てくるパッド青いから大丈夫だと思う。よかった。てか、一旦顔消そっかな？顔消してもいい？ちっちゃくする。ちっちゃくする。邪魔くらい？私。あ、待って待って、違う。こっちを。こんなぐらいでどう？こんぐらいでどう？ちょ、待てよ。めっちゃちっちゃくしてみた。はい。プレステ2ボタン。ニューゲーム。やば、始まった。あ、プレステ2ボタン。あれ？ニューゲーム。あ、決定。あ、待つ、待つね。ノーマルでいいのかな？イージーだとちょっと日和すぎ？ノーマルにしてみよう。2つの画面がもっと見やすくなるように設定してください。ん？あ？こんな、あ？でみんなの画面と違う。こんぐらいかな。てか真ん中？真ん中でいいかな。オートセーブ、はい。電源を切らないでください。なんかさ、メモリースティックとかさなくていいんだね。私がゲームやってた頃はメモリースティックみたいなのをさフシュって刺してたんだけど、マジでかっこいい。楽しみ。私はいた方がいい。ちっちゃちっちゃくしていました。読み込んでる。待ってればいいのかな、これ。なんか、ローディングみたいな、してる。待ちましょう。中学校の頃、ポケットステーションで遊んでた。何ポケットステーションって。内臓型に、お、始まった。止まるね。なるほど。さようでございますか。もちろん私どもがお力願います。ああ、ご安心を。え、ああ、うちの八神ですか。いや、音量大丈夫。勉強式なんですが、彼は先々まで手いっぱいでしてね。ゲームの音量大丈夫か書いていてください。いつまで続くんだろうな、この八神人気はよ。なあ、沙織ちゃん。源田法律事務所です。ええ、八神は弊社の所属弁護士です。
またご指名か。みんな無罪取れる弁護士がいいんだとさ、八神先生。参っちゃいますよ。あの裁判はまぐれもあったってのに。当たり前だろ。判決の 99% が有罪ってんだ。まあだからまぐれだろうが無罪ってやつはでけえ。取った弁護士はヒーローよ。元がゴロつき上がりでもだ。ですね。ですねってお前いい気になってんじゃねえぞ。なってませんけど。そういう態度には見えねえな。あのな、勝てるばっかじゃねえんだ。俺は先輩としてお前に聞いてんのか。ご忠告ありがとうございます。どうしてもということでしたらうちの新谷が空いてます。八神より経験豊富な弁護士です。聞いたか。確かにお前のおこぼれが回ってきそうだ。いちいちうるせえな。そんな本当ですか。まあその点新谷なら。無罪。でもそんな、無罪は取ったことないですね。めったにないことですから。ご存知ですか、日本の裁判の有罪率は 99.9%。 とんでもない数字ですよね。え、ああどうしても親神を。なんだよやってられた。みんなうるさい。はい、ええ、本当に間違いないんですね。わかりました、伝えます。どうした。八神先生に弁護の依頼です。だろうよ。依頼人は大久保新平。ふん、は？大久保新平って八神が無罪にしたあの？殺人で逮捕されたそうです。いや、だからその事件は俺が。前のとは別なんです。ついさっき大久保が包丁で恋人を刺した後ガソリンで火を。なわけねえだろ。恋人を刺したって大久保くんが恵美ちゃん。そんな、なんでだよ。あの日、弁護士としての俺はエミちゃんと共に殺された。連続殺人鬼大久保新平の手によって。喋った方がいい。いや、なんかストーリーのボイスを聞きたいかなって思って。かぶんないようにするじゃん。やばいね、初めから表キムタクか、これ。こちら八神。海藤さん、そっちはどう。もうすぐだよ。今ドンキの近くだ。これね、海藤さんが私一番好きなの。野郎は見えてるか。マジで好き、カイトさん。かっこいい。
あー見えた。全然気づかれてないな。尾行の腕上げたね。おうよ、我ながら自分の才能が怖え。それ言い過ぎ。しかし面白いもんだよな、探偵が探偵を追ってるなんてよ。ドラマでもなかなか見ねえよな。そんなのいいから慎重に。激渋だよね、カイトさん。このガラシャツをあげたい、カイトさんにプレゼントで。こっから俺も後ろにつく。おう、ウェイ、おっさん、邪魔邪魔。うっせえな、おい。邪魔くすんだよ。おい、うわ、はあ、え、なんだと。もしかして戦う？何何、死にたいの？バカかこいつ。おい、何やってんだタボ。いや、チンピラに因縁つけられて、つい。ついって、お前が慎重にって言ってたくせに。チンピラって誰のことだ？ああ、カイトさん悪い。後ですぐ追いつく。よし。適当すぎんだろ。チンピラをやるぞ。どうやって操作するんだろう。なんだそれ、マジなのこいつ。かっこいい。へえ、オッケー、やる気満々じゃ。ハチオ、ハチオってか。この野郎、上等じゃねえか。はい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 。どうすんだろう。これから出てくるから、これやってくださいみたいな。街のチンピラ。やっぱチンピラだったんだ。四角三角。あ、なるほどね。四角し、なんか出た。ちょっとこのお城みたいなやつを。お、なんか出た。なんかコマンドみたいなのがあるんだ。全然この人たちあれだね、反撃してこない。優しいチュートリアル。攻撃を防ぐ L1で敵の攻撃をガードする。画面左上の体力ゲージがゼロになるとゲームオーバーなので、戦うときはしっかりとガードすることを心がけてください。またガードに成功すると敵に隙が生まれることがあります。あ、やっぱガードむずい。こうだ。なるほど。R1 で構えながら L で移動。あ、R1 で構えながら L で移動。見えない。どこにいんの？以上。R1 でか。R1 で構えながら。R1 で構えながら。L で移動。L。これ？ああ、この野郎。キムタクを殴るんじゃねえ。R1 で構えながら、バツで攻撃。あ、もう、あ、避けれた。あ、こうやって避けるな。ちょっと。覚えられるかな、これ。うい。うわ、できた。ガードできた。やばい。あ、何？なんか出た。こうやって避けるのか。結構覚えることいっぱいあるぞ。あ、バツ、丸三角。なんや、あいつ余裕だな。丸三角。なんか出た。敵に攻撃を当てると画面左に上にある EX ゲージが溜まります。敵をダウンさせたり、敵を掴んで遠くの壁に行ったり、武器を持つなどして画面に EX アクションが表示されたら、三角で強力な大技 EX アクションを発動する。あれか。うわー、痛い。痛いな。なるほどね。なんかさ、さっきからさ、拾うって。え、なんか出た。拾うって出てるよね。
し丸なんか持ったよ。あ、なんか投げた。バチ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 、何バチ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 、あ、そういうね。ちょっと一気に、あ、これが避ける、バチが基本避けるなんだね、拾う。なるほど、覚えることいっぱいあるな。優しいチュートリアル。痛そう。バツが基本避けるで、丸が拾う、四角三角が基本ね。ではキムタクだよ、こっちは。終わったよ。あれ、ヒゲも仮装だった。そっちは今どの辺？ピンク通りに向かう裏道だ。ピンク通り、人手が減ってきてる。分かった、分かったく、早く来てくれ。俺の尾行じゃそろそろ気づかれちまう。これさ、超ガチで新宿なんだよね、確か。で、ピンク通りの方向って言ったら、念のためにマップを確認してみよう。ちょうどパソコンの鍵に拡大しましょう。ピンク通り、はい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 、ここね。最近車運転してるからね、マップ見るのが得意だよ。右入って左ね。オッケー、オッケーオッケー。これでアイコンキーがマップを閉じる。これで走、バッチを押しながら移動するとダッシュ、ダッシュを始めたらバッチを離してもダッシュを持続する。あれ？いけない。あれ？待って、こっちじゃないの？もう一個先？こっち？ダメだ。尾行がバレる。いや、まだ追いついてないって。しょうがねえだろ。とにかく急げ。見失ったらお前のせいだからな。うわ、ここ？そういうこと言う。あれ、ここ？あ、違う。もう一個先だ。全然道得意じゃねえ。これで最近娘が何、最近娘が何、何て言ってた。ショーパ、ショーパブエイジャー売ってた探偵はどんなやつだった。ハンチング帽にジャケットの組み合わせ。顔には特徴的なほくろ、うしょうひげに切れ長の目。はい、この町に慣れてない人なら威圧感を感じてもおかしくない。つら、よし、それならそれらしいやつを探す。尾行ターゲットサーチモード、ターゲットサーチモードで、ね、事前に分かっている人物の宅で尾行を見せてもまず一人称。画面の右側に表示されているターゲットの特徴を確認して、その特徴と一致する人。カーソルを合わせて R2 を入力しから、そういう人物を注視することができる。調べるアイコン。はい。はい。はい。あれ ?R2。こいつではないの？あ、ちょっと違うけど、違う？ハンチング率めっちゃ高くない？どこだ？こいつかな？こいつだよね、多分ね。なんだ？バツ。あ、袋ない。こいつじゃない。え？視点移動は、あ、こいつでは絶対ないじゃんね。こいつ？これは、あ、こいつだ。こんなにハンチング流行ってることある？追いついた。例の探偵だ。誰かと話してる。たく、ヒヤヒヤさせなって。悪かったよ。なるほど。これ勝手にこのモードになるのかな？ここピンク通りって言うんだ。お、キムタク歌舞伎町にいたら目立つけどね。
革ジャンのキムタクいたらキムタクでしかないよね、実際。尾行開始。オッケーオッケー、任せろ。尾行ではターゲットに気づかれるような行動を取ると画面上部に表示される警戒ゲージが上昇。このゲージがマックスにあると尾行失敗。ターゲットに気づかれそうになったら物陰に身を隠したり、ターゲットから距離を取ったりしましょう。はいはいはい。見失っちゃダメなんだ。オッケー。ヤガミの方向を振り向くなどこちらを気にすることがあります。これもう完全にバレた時じゃん、これ。視界に入ってしま、入って警戒ゲージがマックスになってしまうと尾行失敗です。実際に隠れる。カバーをしている間は移動できません。タイミングを見て、まるでカバーを解きターゲットを見失わないように追いかけましょう。気のせいかな、つって。よし。あ、ごめんね。ちょっと難しい、結構。ちょっとなんとなく隠れつつ慎重に行ってみよう。ちょっとあの人進もうとしてたのに、尾行してるやつにぶつかって諦めて反対側行っちゃったの。そうなところがちょいちょいあるポイントでいい感じに距離を保とう。ちょっとちょっとあんた、そろそろ溜まった家賃払ってもらうわよ。家賃滞納者、もうちょっと待ってくださいよ。あと1週間だけ。本当ね。次はもうないわよ。優しい、はい、必ず。家賃とか頼むわ、ね、滞納したことないな。それじゃ。なんかかわいそうになってきた、あいつ。あべ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 、行かなきゃ。大家さんと喋るみたいなことがさ、その都内だとあんまないよね。管理会社とかいるじゃん。車とりあえず隠れてみた。でもこれ、あいつにはバレなくてもさ、周りからしたらめっちゃ怪しいよね。あいつに例えバレてなくても。ちょっとチンピラは近づくとなんか喧嘩になったりしそうだから。あ、やべえ、バレた。あ、やばい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 。やばい、めっちゃ警戒ゲージ上がっちゃった。下がった。いや、怪しいだろ、明らかに。明らかに怪しかったと思うけど、見つかったら走っても大丈夫そうだね。走ってって早く隠れちゃった方がなんか良さそう。で、あのあれか、あ、青い表示とかが出てないところは隠れてるつもりになっても隠れてる判定にならないっぽいね。寒いんだ。冬なのかな、これ。ジュース買ってる。あ、やばい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 。ターゲット見失った。いた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 。ここだ。隠れる。ターゲット、え、ターゲットいるんだけどさ、こっち来ちゃってんだよね、ターゲット。どうしたらいいの、こういう時。やばいやばいやばい。あ、見つかった。いや待って、難しいよ。見つかった。難しいんだけど、どうしたらいいの。あいつの後ろに回ればよかったの。カバーポイントがないか探しよう。カバーポイントがあれば丸に入力することで職人身を隠すことにできます。難しい。これどっからできるの。
後ろに回ればよかったのかな。死んだふり。どっからだろう。ちょっと、ちょっと、そろそろたま、ここか。あと一、本当に、はい、よろしく。オットセーブ助かる。あいつがジュース買ってる間に反対側に回り込んでったら良さそう。で、あいつあそこで振り向いてたから車の後ろにずっといた方がいいかも。あいつなんかさっき振り向いたじゃん。女邪魔だ、どけ。やべ、やべやべ。あ、でも今見えてなかった。これであいつ自販機行くでしょ。で、自販機行ってる間にあいつの反対側に行っちゃおう。ごめんなさい。前回の失敗を生かすと学ぶタイプのキムタク。サミーナってやってんじゃん。で、なんか馬で多分ジュース買ってんじゃん。ジュース買ってんじゃん。ここ隠れられないの。お、いいねいいね。あいつあっち見るじゃん。ついてく。ジュース買いに来ただけなんだあいつ。なんか止まってるな。なんか見てる。いや、むずい。ごめん、ちょ、操作が慣れない。ミノタを見てる。何がしたいんだろう、あいつ。なんかさ、かくれんぼとかしてるときってさ、めっちゃトイレ行きたくなるよね。めっちゃトイレ行きたくなってる、今。いや、腹立つなぁ。動くなら動けよ。あ、海藤さん、探偵はチャンピオン街の方に向かってる。チャンピオン街か。あ、タバコ吸ってた。あそこが入り組んでるぞ。うん、そろそろ目的地ってことかもな。よし、鳩飛ばそっか。鳩？空からも追っかけよう。お、ドローン使うってか。ドローン。海藤さん、先回りしてスタンバっといて。わかった、任せとけ。張り切りすぎてまた壊さねえ。あれ結構済んだからさ。いいから、お前は探偵見失うなよ。海藤さん、バカ力っぽいもんね。チャンピオン界の方。いた。結構ね、操作がね、繊細よ。今のよかったな。なんかあいつ振り向きっぽくない？あ、尾行完了だって。できたっぽい。追いついちゃった、走ってたら。海藤さん、探偵はチャンピオン街の空き地に入ってた。あの先は行き止まりだ。今追ってったらバレるね。やろう。そんなとこに何の用だ。チャンピオン街。多分誰かと会う。
人に見られたくない待ち合わせってとこか。なるほど。こっちは今鳩を飛ばした。見えるか、上だ。ちょっと待ってもらっていい？ドローン。どこだ？アクティブサーチモード。アクティブサーチモードは事件現場などを調査し、事実確認や証拠の発見を目的。はい。共有目的を。はいはいはい。はいはい。怪しい場所にカーソルを合わせて R2 を入力すると、その場所を注意することができる。やばい、全然覚えられない。ドローン。猫の声が聞こえた。いた。 UFO みたい。でけえ。あ、OK、見つけた。じゃあスマホだぜ。ハートの映像を送ってやる。便利。猫の声がする。あれで調査完了して、すごいいっぱいさ、細かい機能があるね。手際がいいな、海藤さん。操縦も安定してる。そこだいぶ練習した？今話しかけんな。かわいい。あんま余裕がねえ。あ、誰かいるぞ。探偵の他にもう一人。誰？やっぱ待ち合わせだったな。おじさん見た顔だ。確か神室町で競馬の飲み屋やってる。飲み屋ってことは、あの探偵借金も返さねえで博打か？世の中舐めてんな。それよりわざわざこんなとこで飲み屋に会うってことは、多分金の受け渡しだ。ん？つまり今なら取りっぱぐれがない。俺らのミッション何だったっけ？探偵の借金取り立て。なるほど、踏み込むなら今か。見てな。やば、人稼ぎしてくるよ。戦うじゃん。よし、行ってこい。逃げるのか、罰。巨人じゃねえぞ。こっち開け。行け。ドキドキ、ドキドキ。お金いっぱい持ってる。どうも。いい俺だね、探偵さん。なんだ。神室町の飲み屋はサービスがいいんだってね。当てれば配当は1割増し、外した馬券の1割は客にバック。ギャンブル好きにはありがたいよな。俺も今度やってみようかな。あれ、もう行っちゃうの？まだ探偵さんから金もらってなかったでしょ。なんだお前、誰なんだ？キムタクでしかないだろ。うちの客の、そのまた客があんたに金返してほしいってさ。飲み屋から馬券買う前にね。取り立てのチンピラか。よく俺をつけれたな。結構ザレだったっけ。チンピラとはご挨拶だな。俺はあんたと同業者。探偵ってことか。うん。あんた逃げ足早いんだって。で、うちに依頼が来たってこと。今持ち合わせがあんのを確認済み。気づけよ。もう逃げらんないよ。さ、おとなしく払うも払いな。ドローンって結構音でかいよね。うん、確かに持ち合わせはある。でもな、返すのは馬でもっと増やしてからだ。それまで待っとけや。本気で言ってんのか。何それ。そんなずうずうしいこと。また今度だ。ふっ、なんでそんなもん。海藤さん、やつが逃げた。見てたよ。何やってんだお前。くそ、絶対逃がさねえ。ああ、追いかけなきゃいけないのかな、これ。いいぞ、いいぞ。チェイス、目標を追いかけることに専念するチェイスが始まりました。チェイス中は自動で目標に向かって走る。へえ。はい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 。避けるのが醍醐味なのね。避け。
びっくりした、ぼーっとした。なるほど、こういうボタンが出てくると避けつつ、避けつつ、押しつつ、足はやできなかった、ごめんなさい。 L あ、やばいやばい、待て、ちゃんとしよう。バツ、危な、何あいつ、危な、待て、めっちゃ歌舞伎町超見覚えある街並み。いい加減に諦めろ。目標を捕まえることを目的としたチェイスでは、目標に近づいた時にまるで捕まえることができます。早速捕まえてみましょう。捕まえた。山月探偵を捕まえる。この野郎、往生際が悪いよ、あんた。うるせえ。俺にはな、俺の返済計画があんだよ。なさそう。戦う？馬月探偵任せろ。え、あ、フィジカルスイッチで演武1、ああ切り替え、現在の演武という戦いの他に1、うん、という戦い方を心得ています。演武は集団戦を得意とし、1対1の戦闘を得意とする戦い方。これで、あ、切り替えた、かっけー。あ、ちゃんと出てんだ、ちゃんとコマンドが。あ、待って、これどうやって、待って構え、どうやってさ、あ、ガード、これガード、こいいよこいいよ、あ、違う違う、はいはい、あ、違う、バチ、あー、バチ、うおー、かっけー。あ、三角押せた、よいしょ。なんかさ、エーペックスの癖でさ、バチで攻撃しようとしちゃう。拾って、てんや、そいや、わーい、わーい。いや、これスタイリッシュに戦えるようになったらめちゃめちゃ楽しそう。あー、L1 ガード。あ、やばい。で、バツで、バツ、これで避けだっけ。せい。せい、ご了承、視点が拾ってみよう、どんどん投げてってみよういろんなパターンがあんだ、同じゴミ箱でも。 L1 でガード、あ、できたできた、あ、あ、またバツで攻撃しようとしちゃった。て、結構硬いな、私こんなに殴られたら死んじゃうけど。倒した、キムタク器用だね。観念せい。お前も探偵って言ってたな、名前は。今さら名刺交換でもないだろう。八神だ。優しい。神室町の八神探偵事務所。ほら、金渡してくれ。手間賃込みで15万。お互い紳士的に行こう。ふざけんな。いい。こんな取り立てあるか、訴えてやる。おい、怪盗さん、訴えるだ、てめえ偉そうに言えた口か、うん、痛いよ。ちょっと怪盗さん、なんだよ、何が探偵だ、ヤクザじゃねえか。うるせえ、借りた金返すのにグダグダ言いやがって。かっこいい怪盗さん。もう諦めな、
その人を怒らすとマジで怖いよ。分かった、分かった。海藤さんかっけー、それだけやりに来たの。すぐ帰っちゃったじゃん。いいのか、この金取ってくならマジで訴えるぞ。見ろよ、鼻の骨が折れてる。鼻血が出てるだけだよ。だいたい先に手出したのそっちだろ。いや、お前が先に殴った。訴えたら間違いなく俺の方が。な、これ弁護士バッジ。お前探偵なんじゃ。どうする、本当に出るとこ出る？でもやっぱ相手が悪いと思うよ。確かにな、かっけえ。弁護士相手に裁判するのはすごい大変そうだよね。あ、49分。にぎやかな夜を楽しむならカムロ町はうってつけの街だ。なんかメモしとこう。だが、そっかそっか、そういうのあるのか。ネオンの光が眩しいほどその影は暗くなる。権利的なやつ。オッケーオッケー、音楽しておきますね。この街を牛耳ってるのは東日本最大のヤクザ組織東条会。カムロ町はディープな場所で刺激的な魅力にあふれてるが、同時に危険も増えていく。例えば遊び半分で盗みを働く若者たちの窃盗団。闇サイトで集まったメンバーは互いに顔も知らないという。警察はまだ彼らをただの一人も捕まえられてない。かっこいい。でも最近カムロ町で最大の話題はこれ、連続殺人だ。うわ、怖っ。この3ヶ月の間に関西から来たヤクザが3人殺された。なんか結構ショッキングなことが多いらしいんだよ。抗争中の東条会が見せしめにやったと言われている。こいつも目を得られてますね。3人のヤクザの6つの目玉は未だに見つかってない。たやん。そんな町の片隅で俺は探偵事務所を開いている。ただ一人の従業員にして俺の兄貴分、海藤さんは元東条会系のヤクザだ。そして俺は矢上隆行は3年前に法廷を離れた弁護士でもある。俺の持つ弁護士バッジにはもう飾り以上の意味はない。悲しい過去がね、矢上さんにもあるということが序盤で分かったもんね。じゃあちょっと待てよ、ちょっと待てよ。あー、チャプター1、ちょっと待ってね。これでよいしょ、ちょっと待って、チャプター1でよいしょ、これでちょっと一回一回これここで一回切りますね。でいろいろ編集とかも後でしようと思ってるので、ここで一旦閉じて21時10分ぐらいからまた続きもうちょっとやろうと思いますので、21時10分ぐらいにまた続き、気になる人戻ってきてください。また部屋建てます。でとりあえずボリューム1は一旦ここで区切りますので、しばしお待ちください。じゃあ、
また21時10分ぐらいからやります。はい。